宇宙検閲間仮説、または宇宙検閲仮説とは一般相対性理論研究に登場する概念で、時空に裸の特異点が自然に発生することはないだろう、というロジャー・ペンローズが提唱した予想である。アインシュタイン方程式の解には特異点定理により一般に特異点が生じることが知られているが、それらの特異点の多くは事象の地平面の内側にあるので、 外側の世界とは隔離され、物理法則を考える上では問題がない。しかし、電荷を持つブラックホール界やワイル界や富松佐藤界などで事象の地平面で囲まれない特異点が存在することが知られており、裸の特異点と呼ばれている。裸の特異点が自然界に存在すると、その特異点により、過去の事象は物理法則で予測不可能になってしまう。 そこで、裸の得意点はあたかも何者かが検閲して、禁ずるがごとく、何らかの物理法則で禁止されるであろう、という仮説が立てられるに至った。1969年にロジャー・ペン・ローズが提唱した時点では、明確なステートメントとして与えたものではなかった。むしろ、明確なステートメントは何かを探すのが、研究目的だったとも言える。 宇宙検閲観仮説を認めるならば、ブラックホール唯一性定理と、ブラックホール脱毛定理により、自然界に存在する定常ブラックホールは、カーニューマン界に限られる。2016年、コンピュータシミュレーションにより5次元の場合では、全近的に平坦な時空でも、環状ブラックホールに接動を加えると裸の特異点が生じることが示された。これは、高次元の宇宙では、 弱い宇宙検閲感仮説が破れていることを意味している。ありがとうございます。